ブラウニーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。おさむです。今回ご紹介するのはこちら、ミリタリーリメイクです。ブラウニーギフトでは、ミリタリー、ユーロ、US 問わずですね、デッドストップですとか、ユーズドのアイテムなんか取り扱いしている中でも、デッドストックの、リメイクですとかリサイズ、そういったことをですね、ファッションの観点からより、着心地のいい、着やすいアイテム、自分が単純にこういう風に着たいなっていう、イメージからですね、少し、デザインに修正を入れたりとか、そういった、アウター、パンツ、もろもろなんですけど、お店でよくご紹介させていただいてるんですね。でもちろんですね、ただただ、形変えればいいなんていう、もちろんそんな発想ではなくですね、どういった気持ちでこういうリメイクをやってるかなんていうのを本編の方でお話できたらいいなと思っておりますので、最後までよろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですけど、あれこれね、ちょっとおしゃべり語りたいこともありつつですね、せっかくなのでアイテムのご紹介していくとね、分かりやすいかなと思いまして用意しました。こちらはですね、アメリカ軍 M51 と同型の、スノーパーカーですね。もともとは真っ白いスノーパーカーを、ちょっと国内で後染めしまして、でさらに、こちらの貫通ポケットをですね、そのままでも良かったんですけど、よりちょっとタウンユースに、普段使いしやすいように、ナイロンの、ナイロン生地の内ポケット、かなり大きめの内ポケットを、加えました。はい、ちょっとねこれ光で色味が綺麗に出てないんですけど、すごく渋いオリーブ色に染められ、綺麗に染め上げております。ちょっとね、ここからモニター見る限り、本来の色が上手に出てないかなとは思うんですけど、素敵なお色ですね。フィッシュテールで、サイズ感で言うとこれ、スモールサイズなので、170センチ前後、僕173センチなんですけど、160センチ台とか170センチ中ぐらいの、方だったらすごく、いいサイズかなという、そのスモールをですねベースに、スモールサイズベースにちょっと作ったんですけど、これに関して言うと外観はもう M51 の良さっていうのがね、もうここは、いじりたくなかったので、もうほんと実用性を上げたという感じですね。はい、真っ白いスノーパーカーもいいんですけど、よりちょっとね、せっかく M51 の、雰囲気、もうコットンナイロンで素材はすごくこう、タフで軽いので、なので本物の M51、 本茶の M51 だとちょっと重さだったりちょっと重量感が苦手な方なんかも、この軽い生地を染めてることでちょっとね春コート代わりになりますし、で先ほど言った貫通ポケットなんかも、修正して非常に使いやすく仕上げております。でこういったものもあれば、あとこちらはですね、スウェーデン軍のミリタリージャケットベースに、ノーカラーにしてあったりとか、あと本来ついてない、ポケットなんかを、別のジャケットをちょっと解体して、そこからマチ付きのポケットにしたりとか、これ結構大掛かりに手を入れてます。はい、でそういった形で、従来ある、各国のミリタリーっていうものによりちょっとこう自分の中で、ファッションとして、現代的に着やすくなるようなアイテムっていうものも、ここもちょっとこうだったらなっていうのを、
まあ、手入れ修正加えてお店でご案内してるんですけど、まあ、やっぱりね、なんだろう、もともとある形っていうのは僕も尊重すべきとこだけど、やっぱりちょっとね、ミリタリーしすぎてるものとかは僕も普段、まあ、過去というかあまり好んで着る方ではなかったんですね。ただ、まあ過去の名作名品のオマージュみたいなものもそんなに好きじゃないんですよ。だったらオリジナルの方が素晴らしいんじゃないって思うとこもあって、はい。なのでちょっとこれはね、自分の中のニュアンスなんですけど、もうファッションっていうものはすごく常々自由で、かつなんだろう、優しさしかない。もうすぐ噛みそうになるな。はい。ファッションっていうのはまあ表現も自由であれば、ファッションから感じるものっていうのはまあこう洋服が好きな方とかね、ファッションこう全般大好きな方ってやっぱりこう優しさというかそういったものにね満ちている方が多いなと日頃こう接してて思うので、なんかそういうね、ミリタリーまあ戦闘服というものをですね、戦うものから、よりもっとこう自由なもの、平和で自由なものとして落とし込めることは、まあ落とし込めることっていうかね、そういった形でファッションに、還元できないかなという感覚で、まあちょっとこうリメイクしている次第です。まあ正直綺麗事かもしれないですけど、やはり、まあ、コロナもそうだし、世の中、ね、世界に目を広げると非常にこう不安定な今世界に僕たちはこう、まあ、生きているわけなので、なんかね、何かが、こう、何かができたり何か大きなことを主張するわけじゃないんだけど、自分の中ではやはりファッションっていうものに対しての、まあ、敬意というか、はい。僕にとってのファッションへのリスペクトというものを、まあ、ブラウニーギフトエディションみたいな名前で、ご紹介させていただいてます。今ご紹介した、2アイテムの他にも、まあ、そういったリメイク、リサイズなんかを加えたものも店頭で販売しておりますので、お時間ある方、まあ、お近くに、ね、お越しの際はぜひこの浜松市にあるブラウニーギフトへ足を運んでいただけると嬉しいです。ちなみに、この後ね着用の動画も残してますし、この2アイテムに関してはオンラインストア、うちの EC サイトの方に、まあ、紹介しておりますので、ぜひですね、概要欄からチェックしていただけると非常に嬉しいです。今回も最後までご視聴ご覧いただきありがとうございました。それでは引き続きお楽しみください。